秋晴れとなった県内、金沢市の東茶屋街には観光客が訪れていました。めっちゃいいところでここに住みたいなって思いました。人いたくない。結構夏休み自粛してきたので、その分目いっぱい遊んでるって感じ。我々ワクチンも2回打ってるんで、もういいかなみたいな。金箔とか食べられるの、いろんな、あれ金色、あ、美しいからそういうのが、ね、あ、楽しい。こちらのカフェでは3連休の売り上げがコロナ禍の週末に比べておよそ3割増えたということです。非常に多いお客さんが来ていただいて、非常にありがたく思っております。ようやくちょっと兆しが出てきたっていう、人がこう動き始めたっていうのをこう実感する3連休でしたね。一方、観光客の移動に伴い再び感染が拡大する不安も感じています。本当に来ていただいていいのかっていうですね、まだジレンマみたいなのがもう少しちょっとありますね、正直な話は。一方、コロナ禍前の人出には戻っていないのが現状です。午前8時半ごろの金沢駅、乗客はまばらでした。東京方面に向かう北陸新幹線は、白鷹、輝きともに家族連れは少なく、例年のシルバーウィークと違って静かな雰囲気でした。観光ではなく、仕事や里帰りといった目的で、一人で利用する人が多いようでした。NTT ドコモによりますと、金沢駅の昨日午後3時時点の人出は、コロナ禍前と比べると 37.4% 減っているということです。こちらから長野へ行きます。まあ、観光もちょっとあります。孫に会いに行きます。久しぶりに、2ヶ月ぶりに仕事で行きます。東京にまだちょっと怖いですけど。金沢市には今月30日までまん延防止等重点措置が適用されています。